あ、お疲れ様です。今ですね、幸福の科学、幸福の実現棟が、凱旋をしております。内容はですね、そう、ロードマップに反対ということで、まあ、声を上げておりまして、まあ、我々としてもですね、まあ、主張は重なるんですが、なぜ大川隆法を信じているのか、その人は、まあ、いいでしょう。何も主張が正しいと思う。そうだね。まあ、ライブハウスね。そうそう。出れなくなっちゃうからね。そう、僕らとしてはね、ライブハウスがね、こう、ロードマップでライブはできないというね、不当な扱いについてね。まあね、どうしても出れないんであればね、保証するとかね、とかね、国に働きかけてほしいですよね。まあ、そのように、我々は思いまして、後ほど、まあ、肉声でアクションを起こすと、幸福の実現とはおとなしくああいうふうに祝礼コールを上げておりますが、ね、TV さんは都庁に突撃と、言ってたよね、やめて、今日やめといてやろう、本当ね、みんな死んじゃうからね、死んじゃう、やらなきゃ、そうだな。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はですね、あのあと、都庁前で、TV さんにも肉声でね、講義をしていただく予定だったんですが、疲れちゃったのよね。疲れた、暑くてね、で、まあ、ちょっとできなかったわけですけど、まあ、ロードマップをね、小池百合子は出してて、それについてね、本当は物申したかったんでね、それは一体何でしょうか。まず休業ね、休業じゃなくて自粛ですよね、ウィズコロナをやるんだったら、補償しろと。ああそうだね、売上上がり補償、家賃も全部、んだったら、特にライブハウスがね、今ちょっとかわいそうだからね、なんかロードマップ全部バツつけてられてるからね、それじゃあ食ってけないよね、ね、僕らもライブできないしね、でそんなに危険だったらもう保証してくれよっていうね、そう、ね、ライブハウスなくなっちゃうよね。なくなっちゃうよ、ね、でもやるけどね、そうだね、やります、はいはい、6月1日からライブ活動再開します。